どうも皆さんこんにちは、ブラザーズのレオです。タコです。トロです。トロです。今回は服装はテーマデートでお願いします。オーケー。なんだろう、なんかそのニットクリスマス前の H&M で見るよね。999円でしょ。来年着るかなみたいな。ハッピープライス。ハロー。もうこんなにリンゴ投げられると思ってなかっただろうね、リンゴも。踏まれてる、レオに。気づいた。そういうの好きかなと思って。好きじゃねえよ。え、敵いる。本当だ。やばいやばいやばい。みんなでパンチだ。やーって。よし、バットさえ持てば大丈夫だ。ホームランは打てる。あと送りバント。やられるよりやれっていう言葉で思い出したけど、昔親父に急に歯がいじめされて、どうやって逃げるのって謎に問い詰められた時は、それ多分なんかあんま放送できる感じじゃないと。いやいや、で どうすんねって言われて、いや分からへんって言った結果、そういう時は肘を使うんやって教えてもらった。だからやっぱダメじゃん。ダメか。ごめん、なんなん、あのカットしといて。ニトロの親父は孫悟空かなんかな。龍の絵を小学校低学年で描いてる時に、でリアルじゃないからって、ドラゴンなんてもともと多分幻想的なものなのにリアリティがないって言われて、小学校 低学年の子に3時間描き直させられた。ちゃんとでき泣きながら 毛の一本一本を線で描いて、すごいそれが覚えてるっていうのを思い出した。ドラゴンってさ、ヒゲ切ったらさ倒せるんだっけ。そういうそういうシンプルな構造なの。あったよね、なんかあった設定だった気がする。なんかの設定で倒せないけど、なんかヒゲさえ切ったら1分間ぐらいはヒゲが生えなくて、その間に倒せるみたいな。何のゲームの話。いやいや、そういうそういう設定あったよな。いい伝え、無限三剣士かな。え、じゃあさ、現実問題さ、そういうファンタジーな世界に行けるとしたら何したい？ドラゴンに乗りたいとかさ。あー、時間止めたい。空飛びたい。空飛びたい。トラ？なんて？トラ。空飛びたい。空を自由に飛びたい。なんか、あれ、あれ見てさ、スペック。スペック？ドラマのね。うん、あれみたいな感じ。え、そのスペック持つ？じゃあ、1個しか選べない。あー、そのスペック。絶対そのスペックだね、自分。そういう X メンとかでもさ、能力いろいろあるじゃん。速、うん、く走れるとかさ、うん、でほぼだから時を止めるってことは、あの時間を操れるってことじゃん。と X メンでもいるよね。いるよね。その足速いやつがまさにそうだよね。その子からすると、うん、この日常がすごくスローリーに流れてるみたいな、うんうん、俺はね、火を扱うやつがいい。火なんだ。火、ファイヤー。いつもなんかそういうの想像しちゃう。火使いたいな。だいぶ俺はなんだろう、鋼の錬金術師影響してるかもしれないけど、レマスタング大佐だね。あれで火使えるようになりたいなって。うめっちゃかっこいい車よ、ルールね。私はね、なんかあの X メンで言ったら、続けさせたら相手の体力を。あ、ちょっと口づけしたいだけじゃないの、それ。車もこけるっていう。ずっこけたい。そんなに移動しな。おっと、これ物資側、うん、いた、見えるな。でも俺のあれじゃ見えないな。あ、喧嘩してんな、向こうとして。右と左にいるよ。囲まれてますね。あ、車来るで。から、車。車も来たな。左側もでも注視。はい。あー、来てる。やばい。気絶させられた。来た来た。あー、死んだ。くっそ。おっと、そんなに撃たれた。うん。今、めちゃめちゃ、岩入る前に撃たれた。
一匹あった。やーべえ。キドだ。わお。全然当たんない。当たんねえな。よし。うまい。おお、ナイス。よかったよかった。ナイスナイス。すぐ来るすぐ来るすぐ来る。ありがとう。来るね、これ来るね、来るね。あっちにいる。あれでありがとう。あっちから来てるからね。ちょっと待ってね、クレヨンさん。今回復したら、うん、あれします。はい。オッケー。てっちゃん死んじゃったか。悲しい。てつこ箱になった。もういいな。ところで。あっちが来るしかないから。まさかこれが使える。来るしかない。ところで、体力がねえです。AWM はまずいな。こんなとこ。私の中にさ、回復なかった？あ、来てる。こっち。スモーク。30の方。まだ武器揃ってね。やばいやばい。30の方やるしかないかも、この武器で。いや、スモークに隠れてるからな、今入ってきたな、うまいこと、あいつら。てっちゃん、ありがとう。緊急キットありました。なんで俺はここで武器を変えてしまう、返してしまう。あー、よかった。左が来てる。あー、いたー。車の後ろにいました。今のはシュートじゃなかった。左にずれてた。右からも当たった。左右から。あーやばい。あーい。あー。うわー。回れてたー。あれはあれは。あー、なんで俺はやられたんだ。でもいい試合でした。まあ、お疲れ様でした。あーいい感じです。ほんじゃ、バイバイ。またね。バイバイ。